あ、いるかも。あ、いないかな。鳥の鳴き声か。あ、いたいた、これこれこれ、ほら、尻尾、尻尾、ほら、尻尾光ってるでしょ。これです、これです。おりゃ、よっしゃー。この光る尻尾がこの黄色のね、右下のスタミナが上がるんですよね、ちょっとずつね。息が持たないぞこれ。よっしゃ、来た、上がれ、上がった、よっしゃ。弱点弱点弱点。画面の前の皆さん、こんにちは、ゆきです。ワンダと巨像、本日もやっていきたいと思います。少女を生き返らせるためにね、巨像という大きな、わお、大きな大きな敵を倒して、行っているワンダというね、主人公を操作しているゲームでございます。さあ、よろしくお願いします。とてもね、感動する最後ストーリーになってますので、感動なのかな、感慨深いかなっていう感じになってるんで、よかったら最後までお付き合いください。あとね、もしよければ高評価、コメント、チャンネル登録お待ちしてます。あとツイッターもやってますんでね、ツイッターは気楽に絡んでください。返事が遅くても必ず返しますので。仕事をやりながらね、やってますので。さあね、花粉もね、だいぶ落ち着きまして、今日はね、もうコンディションバッチリですよ。めちゃくちゃ寝たんで、今日寝起き撮影ですね。深夜撮影じゃないんで、ガンガンテンション上げていきますんでね。声いくら出しても大丈夫。いや、いくら出しても大丈夫ってことはないか。さあ、さてはね、さてはじゃないや。さあ、さて、前回は、知恵のある巨人というのを倒したんですね。巨像っていうのをね、倒したんですけど、まあ、大してね、知恵がなかったですけど、まあ、私の方がやっぱね、まあ、かなり、知恵が、今回はね、どうやら水辺らしいですね。うん、雷鳴とどろく巨像ということなので、非常に強敵なんじゃないでしょうか。私はね、一度ワンダと巨像は PS2 でクリアしてるんですが、発揮士って覚えてないですね。どういう結末になるのやら。お、ここに、よいしょ、祠があるんで、ちょっと一回、よいしょ、お祈りしていきましょう。お祈り、祈る、我が旅の剣闘、最高。行くぞー、行くぞー。多分こっちなのかな。あー、でもこっちっぽいですね。この先っぽいですね。アグロ、よっしゃ、行くぞ。さあ、アイバはアグロって言いますね。かわいいっすよね、真っ黒い馬ちゃん。あら、なんかちょっと狭い、ここ走りづらいね。ピュンピュンってなんかちっちゃくちっちゃく走ってるけど、大丈夫、大丈夫だんこれ。ちょっとずつちょっとずつ先に進んでますね。でね、光るトカゲっていうのはね、分かりました。トカゲ自体が光ってんじゃないんでね、トカゲの尻尾が光ってんだよね。何匹かね、捕まえましたよ。で、この剣でね、反応する場所に巨像がいるんですが、これ今光がないんでね、光が差してるとこじゃないとこれ反応しないんですよね。よし、オッケーオッケーオッケー、加速ついた加速ついた。おりゃー、抜けろ。お、抜けましたよ。光がちょっとずつ入っていく。さあ、どこだ。右の方っぽいですね。お、ちょっとこっちの上上がろうか。光がないからね。さあ、あっちか。結構遠いですね、これ。今回
結構長旅だな。ここだ、この先だ。あ、祠があるね、もう一個ね。第二の祠、ここもお祈りしておきますか。よいしょ。光るトカゲが見せれたらいいんだけどね。なんかね、祠周りに結構いるイメージがあるんだよね。いるかな、探してみます、一回。なんかね、独特なね、足音が聞こえるんですよ。ピチュ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 っていう。あ、いるかも。あ、いないかな。鳥の鳴き声か。あ、いたいた、これこれこれ、ほら、尻尾、尻尾、ほら、尻尾光ってるでしょ。これです、これです。おりゃ、よっしゃー。この光る尻尾がこの黄色のね、右下のスタミナが上がるんですよね、ちょっとずつね。うん、握力がついていく。いたわ、結構来たね。さて、どこだ。いましたね、見せれてよかった。お、この先か。ここを登るってこと？いや、登れそうにないけどな、これ。回り込むのかな、向こう側から。ポカーグロ。反対側から回り込む、マグロ、マグロじゃないや。かわいそうだな。かわいそうだ、なんか、何にもできない子みたいな。あー、こっちじゃないか。ここっぽいぞ。めちゃくちゃここっぽいな。ここっぽいぞ。あー、ここじゃないか。あー、ここだな。決まりでしょ、これ。絶対ここだな。アグロ、待ってろよ。いやー、絶対ここでしょ、どう見ても。来た、ここだ。湖って言ってたし。うわー、湖だよこれ。うわー、水中戦かな。全然覚えてないな。うんー、どう行ったらいいんだ。あれ、あ、下行けるか。よいしょ、乗る。下行くか。とりあえず下行きましょうか。まあ下なんでしょうね、これね。よっ、ジャンプして、目が回る、目回る、こういうの。さあ来たぞ。え、敵の気配がないな。とりあえずあそこまで泳いでってみる。うわ、ガチガチの水中じゃん。何これ、ナマズ、電気ナマズ、電気ナマズや。でかっ。水中にでかいものが泳いでるだけでも怖いからね。ちょっと待って、ちょっと一回あっち行くわ。来た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 。めっちゃビリビリしてる、めっちゃビリビリしてる。よっ、さーて、どうすればいいんだ。まずは弓でちょっと牽制してみるか。この距離じゃ当たんないよな、水に入っちゃってるし。もうちょいこっち。来た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 、いい感じいい感じ。と、あ、やっぱ届かないか、やっぱ入らないな。あそこに当てるとか、いや難しいなこれ。いや、あれ水の中にいるな、水の中にいるわ。あれ水に飛び込んでいく。もういっそこうなったら飛び込んでいくか。一瞬行ってみっか。あれ、どこ行った、当たれた。ほっ、潜れで。
結構深いところにいるんだな。どうするかだなこれ本当に。とりあえず敵対心はまだ出てないんで、よっ、湖面に泳ぎ出て巨像を誘い出すのだ。了解。あ、気づいたぞ。目が赤くなった。わあ。おー、怖っ怖っ怖っ。このビリビリが怖え。うわー、なんだ、ビリビリしてる。掴めるか。おっしゃ、来た。よっ。くー、息が持たないぞ、これ。よっしゃ、来た。上がれ。上がった。よっしゃ。ほっ。弱点弱点弱点。あぶれ。捕まる捕まる。よっしゃ。行くぞ。わあ。いやあ、当たった当たった。ビリビリ。くっくっく。やばい。外れた外れた。あぶれあぶれあぶれ。あった弱点ここに。一発。ズルや。入ったぞ。見つけたぜ。ビリビリの根元だな。ぬー。あれ、なんだ、勝て。もう一発からいけるべ。あれ、なんだ。全然入らないぞ。場所が移動したな。どこだ、どこだ。これか、とりあえずこれだな。ぬー。いやー。うわっ。で、めっちゃ食らった。やべ。もう一丁すべ。結構入ったんじゃない。もう一発いけるか。くう、耐えろ。やばいやばい、手が、うわー、スタミナが、うわー、上がらないと、上がらないと、ああ危ない、息切れが。あともうちょっとだな。よし、上上がってきた、上上がってきた。チャンス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 だぞ、チャンスだぞ。捕まれない。まだか。ここ、オッケー。うわー、よし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 、掴んだぞ掴んだぞ。うわお、めっちゃ上がってる。オッケーオッケーオッケー。水中出て、おら走れ。危ねえ危ねえ危ねえ。よし、いける。なあ、多分もっと前なんだよな、弱点な、きっと。これは、これなんでダメなの、効かないな、これ。これなん、なんで光ってるの、これ効かないんだろう。まだあるってことだな、他に弱点が。先に着かなきゃいけない場所があるってことだよな。だこれも多分まだ効かないでしょ、これ。効かない。全然効かない。全然入らない。ミリダメも入らない。ってことは前だな。頭んとこだろ。うわ、怖い、痛い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 。え、これある弱点。あった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 、赤く光ってるとこある。赤もや赤もや、これが先。なるや、入った入った。うん、よっしゃ。そして弱点が露呈する、ここだな。見つけたぞ。なあ、バカ野郎、潜りやがっていちいち。いったー、一発。じゃあな、悪かったな、完全に。こっちがね、侵略者だけど、ただやることがあるんだ、申し訳ない。ごめんよ。た
した。雷のイカ、怒りだね。イカ槌放つ波紋。強かったわ。わお。やばい。もやが来る、もやが来る。水中にいれば大丈夫じゃないか説。どっから来る？どっから来る？どっから来る？あ、逃げてる逃げてる。黒もや。は？来てない来てない。え？あー！ダメだった。黒もやからは逃げれる気がしない。あの黒もやにね、最後意味がありますんで、何度も言ってますけど、覚えておいてください。これで何体目だ ?7 体目 ?7 体目か。順調だね。7体目か。難易度ノーマルでやってるんですけどね。うん。なんかね、この巨像を倒すたんびに、このなんか気持ち悪いこの影が増えていくんだよね。きっしょいよね、あれ。なんか、なんだかよくわかんないけど。うい、壊れました。巨像を倒すとこの偶像が壊れますね。ついになってます。壊れました。ふむふむ。7体目終わりましたね。次の巨像のヒントですね。次は何だろう。次の相手は森深く次のそこに閉じ込められた尻尾。なんだそれ。ほうほうほう。壁伝う影。強そう。強そうだね。また遠いんだろうな、場所な。はい、ということでね、ワンダと巨像、次回もやっていきたいと思います。それでは皆さん、次回もよろしくお願いします。最後まで、よかったらお付き合いください。アグロ、行くよ。それでは皆さん、お疲れ様でした。またね。